私の番だな。私がすべき。やった。倒した。やりましたね、父上。父上、モンスターターン。よし。止めた。オッケーオッケーオッケー。ミドブレイク。見ていろ、ジェット。私だってやった。オッケー。もっと強くなれるかな。またここ自然。何に使うかよくわからんいまだに。おお、12万。これ先生取れるかな。バレたわ。モンスターよ、構えて。強っ。楽勝ね。こいつらそんなに体力ないはずだよ。普通に耐えられたわ。さあ次へ進む。はいはい。なんか怪しいな。まあ割とあるんで。使っちゃえ。使いたいよね。ほらな、絶対乱されんだな。ひらまいけませんか。なんか行きます。私だってこれで終わりよ。ピンとね、大差あるでしょ。いった。回復回復。まだ割れる。助かります。いや、痛い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 。私に任せて。これで頑張って。すまない、任せてくれ。どうだ。狙った獲物は逃さないわ。私の番だ。押し切れ。私はすべきか。私の番だ。オッケー。怪我はないか。じゃあ金剛石。ドブオーメン。武器の中には装備することで固有の技や術を使用できたり、ひらめいたりするものがあります。ひらめいた技は他のキャラクターがその武器を装備した時にも使用できます。OK。ただ、証券だからな。あ、収入下がってら。敵勢力レベル1。誰がいいかな。これの代わりに一旦つけとくか。ひらめき可能とかなんかそういうのがあるね。派生なし。なるほどです。はい、よし、さあ次へ進む。ん？ライオンヘッド、あ、いいね。アタッカーには持たせておきたい。ワンチャン先制攻撃で戦闘終わるってこともあるのかな。行くぞ。我慢比べたら負けんぞ。オッケー。さあ次へ進むぞ。蹴散らしてみせる。いやいや、もったいないやろ。見ていろ。どうだ。くれ。オッケー。もっと強くなれるかな。なんかある。子供の字で書いた日記のものがある。今日は暖炉の中の秘密の部屋で遊んだよ。真っ黒になったお父さんに怒られちゃった。あはは。大丈夫、見っけだから。うん。モンスターよ、構えて。数が多いです。オッケー。この調子で進もう。これはチャンスでしょうか。やった。よしよし。力の差は明白だ。先制攻撃のチャンスだ。そこ、女性ボス前にはまた回復あるでしょ。楽勝ね。お、これもなんか露骨な。ほら来た。GK が乱されるんだな、基本的に。見ていろ、ジェラール。どうだ。覚悟はできたか。ひらめてくれ。私の番取れ。これで頑張って。ありがとう。任せてくれ。えい。私のボス。はいはい。見ていろ。来ないねー。よっ、負けるわけにはいかないのよ。50万ナイス。あ、なんかいた。入る。この調子で進もう。よし。楽勝ね。で、これで。なるほどね。あ、こうなんかもできねえか。じゃあ、ちょっと長引いちゃったけど、ここで一旦一区切りにしておきましょう。じゃあ次回は、西側の通路奥の方に進んでいって、クジンシー討伐目指して進めていきたいと思います。あとちょっとだな。はい。では、ロマンシングサガ2実況プレイのパート3、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てねな。ロマンシングサガ2実況プレイのパート4やっていきましょう。ビクトールの敵、打ちに行こう。よし、行くぞ。お、パリー。行くぞ。よし。パリしてるね。とりあえず。混乱か。お、リフレクトいいね。スー負けるわけにはいかないの。あれ、テレーズ結構優秀だな。回復もできるし。オッケー。いた。わざわざ出向いてきたか、そのいでたち。貴様が皇帝だな。頭を下げてアバロンを差し出せば、我が重心に取り立ててやってもいいぞ。息子の敵だ、覚悟しろ。そんな用事か、くだらん。俺の力を見せてやったのに勝てる気でいるとは。愚かなやつめ。アバロンは実力でいただくとしよう。息子のところに送ってやる。見逃してはくれないわよね。弓がひらめく可能性あり。槍もあるんだ。入るかなあ。耐性あるな。火も入る。受け流しなかった。いた。い？なんかやろうとしてんな、防御。危ねえ。アリあんま仕事してないな。まあまあまあ、いつか役に立つかもしれない。ワンちゃん技ひらめかないかなっていう。ああ！私が守る。助かった。どうした？私だってやれる。婦人種に攻撃できる部位は複数あります。特定の部位を攻撃するとバトル有利に運べることがある。なるほどなるほど。部位破壊やんのかよ。いや、行くぞ。強っ。見ていろ、ゲラール。よりはする。うわ、最悪。私のすべきことは。ガンガンやられるやん。これで頑張って。すまない。諦めるな。ありがとう。ありがとうございますだろうが。まだ枯れる。助かる。任せてくれ。そんな。やった。よし。剣の正気が消失した。あー、毒かな。大丈夫ですか？毒も治るはず。またひらめかない？いやー、私の番だ。そうだ。これはたまらん。本気を出さねばなるまい。来るぞ。父上！ほのれく人生！どうしてジェラール、今のお前では勝てん。ここは引くのだ。しかし父上。いいだろう、見逃してやる。どうせそいつは死ぬ。皇帝の死を見れば誰もが俺の力を恐怖し服従する。城はその後もらい受けるとしよう。ジェラール。はい、ここにおります。いけません。安静にしていなければ。ジェラール、お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦わねばならん。はい。だが今のお前では勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。真面目に行きましょう。はい。しかし父上の力を受け継ぐとは一体。あの魔導士は伝承法というものを教えてくれた。伝えるものと受け継ぐものに強い意志があれば志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出任せかもしれん。しかしお前とこの国が生き延びていくにはこの方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技ソウルスティールは見切った。この見切りお前に伝えよう。父上、まさかそのためにクジンシーと戦ったのですか。あのメギツネメが父上をそそのかして。ジェラハル、今は国家の、いや世界の存亡にも関わる大事だ。私のことなど取るに足らん。しかし父上、そのようないかがわしい術を私は聞いたことがありません。私も初めは疑った。だがその後女の言葉は現実となった。クジンシーはビクトールを手にかけ、今帝国をも我が物にしようとしている。伝説では七英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あのクジンシーには世界を救う気などないようだ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎぬのか、どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならんのだ。奴らがクジンシーのように残忍な奴ばかりだとすれば、七英雄を倒さん限り世界の統一も人々の平穏な暮らしもない。お前は自らの人生を捨てて戦う決意はあるか。はい。よし、長く苦しい戦いになるだろう。だがその決意がある者に力を受け継いでいくのだ。ジェラール、私の魂は常にお前と共にあるぞ。さらばだ。父上、父上、父上。はい。皇帝の継承について、皇帝が亡くなったため新しい皇帝を選びます。オアイブから与えられた伝承法により、全皇帝のステータスの一部を新しい皇帝に引き継ぐことができます。今回は次の皇帝にジェラールを選びましょう。固定ですね。しょうがない。うん。はい。じゃあこれでいきます。悪いステータスじゃないんだけどね、もともとね。魂が奮い立つようなこの力、次々によみがえる歴戦の記憶、これは父上の。ここまでなのね。なるほど。なるほど、なるほど。はい。ということみたいです。結構さらっと終わったな。はい。という感じで、なんかちょっと、ね、変な感じで、大きく切りになってしまいましたけれども、一旦これでね、体験版の方を終了しまして、次回から製品版の、攻略に入っていくっていう感じかな。まあ、それともこの後をちょっと製品版にくっつける形で動画として投稿しようかな。あ、それはできねえか。はい。じゃあ、またね、パート5の方は製品版でお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、ロマンシング・サガ・リベンジ・オブ・ザ・セブン、体験版のパート4かな。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、またね。